日の行列日の行列は、藤田義長による日本の小説である。サンデー毎日で2006年4月から2007年9月まで連載され、2008年7月29日に毎日、新聞社より出版された。2009年10月16日から、国村春主演により NHK 総合で連続ドラマ化された。定年を間近に控えた男、宝福義郎は、 自宅でタバコを吸う権利を得ようと妻と一人娘の願いを聞き入れ、手に入れば運気が開くという有名デパートの新年、初売りの福袋を買うために、大晦日からの2日間を48時間待ちという、長蛇の列に並ぶことになった。ところがその列には、分けありの老若男女が集まっていたため、吉郎の周りで、次々と事件が起こる。果たして吉郎は、 福袋を無事手に入れることができるのか。行列48時間のタイトルで2009年10月16日から11月27日まで NHK 総合で金曜日の22時22時43分と BS 範囲で放送された。また、同年12月29日と30日に総合テレビで再放送された。行列48時間に関するカテゴリー。 ありがとうございます。